我が寮に冷蔵庫が来ました。これでみんな冷え放題やで。いやスポンサーさんが今日一緒にヤマダ電機行って買ってくれました。ジクマル喜んで。やったー、やっとありがとうございますわ。冷えません。お酒やめろ。やめろ。冷えない。あくまでスポーツクラブや。やりましょう。いいよ別に。それがうちのクラブだから。ありがとうございます。冷蔵庫あるじゃないですか。やったいい一番何入れたい？一番あれですよ、スポーツドリンクやろ。あ、そうですね、スポーツドリンク。スポーツドリンクと鶏ササミンとかサプリメント。いや、サプリメントは冷蔵せんでええやろ。はい、終わり。あれですね、混ぜて飲むやつですね。プロテインも冷蔵せんでいいしな。はい、オレンジジュースも入ります。あ、そうだね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これジクでしょ。ジクテレビ。はい、ジクテレがつきましたよ。音鳴らんやん。音鳴らんやん。あ、来た。IH コンロも、スポンサーさんにご購入いただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。 IH みんなちゃんと料理するんだよ。そしてもう一つ、じゃん、洗濯機。洗濯機もスポンサーさんに買っていただきました。本当にありがとうございます。大切に使います。本当にね、選手たち幸せだなって思います。よし、頑張って、みんなで結果で返そう。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。さやさん、ありがとうございます。さやさんとはどういうお付き合いですか？さやとはね、うん、保育園からのお付き合いでして、はい、かれこれ35年、うん、まあ生まれてくらいから38年くらいかな。そっか。もうずっと、まあ、保育園、保育所、うん、小学校、中学校、高校まで一緒でした。はい、マブダチ。で、ね、まあご縁あって今回スポンサーになっていただきまして、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。恩返しができるように、はい、お待たせいただきます。はい、で今日はいっぱいいっぱい家電を買っていただきまして、イエイイエイ。今日はこれはこれはこれはホットプレート。イエイ、ホットプレート。焼き焼きホットプレート。ほら、水かおいで。水かホットプレート一番使うんちゃうの、これ。ほらほら、動画でありがとう言ってください。はい、はい、何が食べたいですか、これで。お好み焼きです。じゃあ粉もん、黒毛和牛のアルミだろ。今日はこれで焼肉をしたいと思います。はい、じゃあタヤさんありがとうございます。